さあ 1P 側平吉真子と 2P 側松健健。さあ動きを見る限り確かにハイジャンとかのぎこちなさはありましたが、なんか中盤陣内とか健在な感じでしたね。とか言いながら松健さんは別にそんな動き変わるような人じゃないと思うんで、できることを高精度で徹底してやるっていうプレイヤーだから無理はしないね。やっぱそう、ラオンさんはね、近くで飲んでるんで、多分配信見てるのかな。一瞬戻ってきて、一口だけ飲んでくるっつってどっか行っちゃった。手堅いっすね。はい、勝ったのは松健さんです。